今回はね、こちらです。三菱アウトランダーの PHEV というものですね。で、三菱アウトランダーの PHEV は、初回ちょっと後に買うことができて楽しみ買ったんですが、これは通常版最初買ったんですね。最初初回がもう売り切れてたので。で、三菱アウトランダーの PHEV という車でして、まあこれらはですね、まあこのように、なっている。これは EV 特集型のプラグインハイブリッド EV システムを搭載したアウトランダー PHEV、INI EV を競った EV ブリッジ、ランサーエボリューションで鍛えたポータブル EV ブリッジ、カジオで築いた SUV のノウハウを使用する。画家的な自分で発電する電気自動車であり、SUV タイプとして世界初のプラグインハイブリッド車となる。今回フルモデル展示を行ったラインナップは、運転支援技術と予防安全技術を備えたベーシックの N、5人乗り20インチホイールやコネクティッド機能のある重力レベルの G、5人乗り7人乗り、上質の内外装とボスプレミアムサンドシートも標準的にした上級仕様の P、7人乗りを設定。電動車としては魅力を一層高めた PHEV コンプレートを認定し、EV 飛行距離を延長、EV らしい加速感を向上。また、起動用バッテリーは充電量を 20W で代用化し、EV 走行検査機器を挿し、EV 電池87kg、WLTC モードをすることで、エアコンなどを使用した場合でも十分な飛行距離を確保。合わせて、重量不足の低減にも貢献する。さらに、前後にそれぞれ1個ずつの起動用モーターを搭載するツインモーター 4W をベースとした車両運転運動総合排除システム SAWC に新たに後輪側のブレーキ AYC 機能を追加し、エクステリアはダイナミックシールドを新世代化され、存在感のあるフロントデザインとして、またサイドでは20インチ大型ホイール、それに導かれる筋肉質のあるフェンダーフラーを使用し、飛行機の重量帯をモチーフとした D ピラーとフローティングルーフによって力強く快適な走りというものになります。エリアでは六角形の形状を持つテールゲートと水平対向のグリー左右両側まで広がるテールランプなどによりワイドで安定感のあるスタイリングとしています。インテリアは走行時の車体特性の変化をつかみやすい水平調和で力強い構造のインストメントから、ホリゾンタルアクセスを進化させておりまし、芯が通った力強さと対抗感を使用します。また、感覚が良く質感の高いソフトドックの利用性を採用したほか、スイッチは知らない上位救出にもこだわった。ボディカラーは、本質で、高密度が高い発光のダイヤモンドカラーシリーズとして、ホワイトダイヤモンド、レッドダイヤモンド、新たに追加するブラックダイヤモンドで3種類を中心に、全10種類というのを、まあ、備わっているということです。ただ、PHEV ですから、ちょっと値段が高いですね、これね。大体お安くて N が462万1100円から、上級で P が532万7000円という、700円というね、まあ、500万ちょっと超えるし、高いですね。で、ミッターは大体 PHEV なので16という、電気自動車で16という、高燃費の叩き出してるかなというところなのですね。まあそういったところに特徴的なある、まあ車なんですが、なかなかね、こういう三菱アウトランダー PHEV というのも、こう、面白い車で、ちょっと魅力的なある車というかね、まあちょっとデザインがね、こういう今のこういういかつい顔してるっていうのはちょっと残念なところではありますけども、まあ非常にこう丈夫でね、こうトミカとして見た感じでも、こう、内装とかも、これもできてるし、まあなかなかこう面白い車に仕上がってるんではないかなというところです。どうもありがとうございました。